花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。1週間ご無沙汰しております。音楽魂、今日もね、楽しくやっていきましょう。おなじみ、松下俊美さんこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日もね、あ、これギターいいじゃないですか、これいきなり桜田武さん、こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。ちょっと僕イヤホンが欲しいな、あの赤いやつください。ということでですね、もう11月半ばに差し掛かりますか。あ、頭ですね、まだね、まだ半ばじゃないです、半ばじゃないですけども、まあっという間の1年ですけどもですね、今年1年っていうのはいかがでしたか、桜田さんあたりは。今年はもうやっぱり何といっても2月の骨折が2月だっけ2月のね26だったかな。もう肩がね大変なことになって、それこそ粉砕しましたよね。そういうよくね、治ってね、いい感じで ね、だいぶ戻りましたね。ね、もうだって弾けないかもしれないとか言ってたもんね、最初。そうですね、もうギタリスト終わったかもしれないってちょっと思いましたけどね。え、まあ戻るもんですね。本当にね、良かったと思いますけどもですね、今日はね素敵なゲスト、今日、2回目ということでですね、インフィニットアレイズのお二人ですか。どうもアレイズですね。アレイズです、よろしくお願いします。ね、イエイ、よろしくお願いします。お願いします。どうでしょう、あ、つぼいくんがね、そうなんです、腰痛で今日はちょっとお休みということでいや、お話聞いたらなんかちょっとね、はい、大変だったみたいね。そうですね、ちょっと雨の中でちょっと PV 撮影しまして、それでちょっと準備運動しなくて、はいはいはい、ちょっとやっちゃったみたいで、ちょっと来ちゃったみたいで、うん、ああそうなんだ、はい、あ、プロモーションビデオも作ってるんですか今。そうなんですよ、今作成中です。へえ、はい、楽しみですね。もう撮影は全部終わって今ちょっと編集作業に入ってます。なるほどね、はい、PV ね、俺も作りたい気がするけど、俺大昔に実は作ったのね、エピックソニーの時に、はい、それもうないんだけど手元に。その当時はだって録画っていうか、はい、あれも要するにビデオテープで録画するような感じだったからねそうですよね、ビデオテープ、うん、はい、だから今もう手元にないけども、一回ねなんか撮ったことありますけども、うん、今はあれですか、どういうシチュエーションに撮ったの今回。もう本当倉庫の屋上で、うん、ああ、かっこいいね。ただ晴れた時に撮ろうと思ってたんです、最初は。ほうほうほう。ただその日にもう雨がすごく降って、寒くて、うんうんうん、でもなんか日にちを変えようとも思ったんですけど、はいはい、やっぱこういう日にやっぱ撮れっていうことなのかなと、いうことでも決行して。ああ、それもまたね、はい、素敵な絵になってんじゃないの。すごくなんかこう冬っぽい感じになって、ね、逆になんかこう、なんかなんていうんですか、気持ちがこうガーッと入るというか、必死さが伝わる PV になったんじゃないかなと。ああ、俺一回山中湖の、はい、でなんかさ、撮影かなんかでさ、行ってさ、はい、冬寒い時、録音に行ったのよ。はい。録音してる時に、山中湖の中に入ったからね。入ったよ。俺もうめちゃくちゃ辛くてさ。そうですね。もうね、震えちゃって。はい。で、ちょっと中入ってもらえませんかって言われて。はい。みたいな感じで。中にこう沈む感じよ。はい。沈む感じ。死んじゃいます。いや、なんかね、それでなんか、結局その写真あまり使ってないんだ何だったんだろうっていうね、思い出がありますけどもですね、今日はね、早速 CD、はい、タイトルは何でしたっけ？ CD だから1曲ね。そうですね、タイトルはスターライトという曲になってまして、はい。はい、これから冬が始まるので。スターライト。はい。冬の星空をイメージした曲になります。よろしゅうございましょうか、山田さん。じゃあ、聴いてみましょう。はい。
どんなに遠く離れても君のぬくもりを感じていられるよ。君へと続く一筋のそうスターライト君と僕を繋いでる。いつまでもこの暮らしが続いてく、そう思ってた。足早に確実に季節は移りゆく。過ぎてゆく時間が時計の針を「あと少しだけ、もう少しだけ、このままでいたいよ」「強がる君を抱きしめてさよならに触れた時、何かが弾けた」「こみ上げてくる涙を」ながら君の笑顔焼き付けた。毎日がセピアのように曇ってる。ということでですね、インフィニットアレイズのね2人ですけどもですね、今日はダイムさんと、八木亮太さん、純太さん、あ、ごめん純太くんね、これ素敵なね曲ですよね。ありがとうございます。おそらくこの放送局でもなんか、はい、ね、何度か流したことありますね。はい、ね、はい、山田さんも懐かしいだろう。もう山田さんがもうあなたに会うのがもう嬉しくて嬉しくてしょうがないんじゃないのみたいな。ありがとうございます。山田さんありがとうございます。いやでも素敵な曲ですよね。覚えやすいしね。これ高校生の時に僕作ったんですよ。本当？23年前に作りました。そうなんだ。未だにこうでも歌えてることにやっぱり感謝をやっぱり持って歌ってるんで、はい、大事な曲です。そうか、俺も混ぜてたけどね。二十歳ぐらいの曲がなんかね、はい、娼婦の歌だったりするからさ。なかなかパンチが効いてます。いや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 、いやでもね、これ素敵な曲じゃないですかね。ありがとうございます。こういうのってなんか映画とか、はい、そのテレビのこう中にこう入ったりとかね、はい、映像と一緒になるとね、なんか広がるよね。そうですね、それやりたいよね。俺もね結構話あったのよ、はい、徳間の子、俺も徳間に移ったことあって、はい、で元々エピックソニーからデビューしたんだけど、はい、その時にそういうそのテレビの主題歌に、ね、はい、なる予定とかあって、それがやっぱり事務所の力関係で、あ、うん、ダメになっちゃったことからだんだん奈落の底に落ちたんだけど、それでもそういうことはあるよね、そのチャンスがね、はい、だから徳間の頃もね、柳葉君が歌ってくれてたんで、はい、もう役者のね、はい、それでその時もね、要するに、男女7人夏物語ってやってて、はいはい、その中に入る予定だったんだけど、はい、
そう、それとかテーマソングね、はいはいはい、それがほらショーミーっていう歌になったわけよ。僕らの中でもそうショーミーがもう普通にでしょ。でそれ俺の歌だったらもう普通にもう、まあ、この放送局俺いないと思うよ。失礼しました。いやでもね、はい、あのそういうなんかきっかけみたいなのがね、うん、あるとね、そうですね、いいよね。ガーっていけるんですけど。ね、はい、僕らもこうガーっと下がった方なんで。いやいや、でもね、そういう経験っていうのは、はい、きっとね、役に立つんだよね。はい、僕は今、そういうことがあんまりないけども、はい、なんか今の音楽に、の、その、携わり方っていうのはね、はい、なんかものすごくこう、生きがいを感じるんでね、ラジオもそうですけど、はいはい、だからなんかこうそういう辛いこととかね、はい、トラブルはね、まあ、ひょっとしたらこう次のステップに行くチャンスになるかもしれないし、はい、そういうふうにこう動いていくとね、またいいなと思いますけどもね、はい、諦めずに頑張ります、ね、はい、諦めずにってもこれからの人だから諦めることなんか全くないんですけどもね、どう、今日キーボード持ってきてくれて、あなたはあんまり喋らないよね、はい、いやいやいや、もうなんかちょっとつける隙がないなと思って、ね、もういやね、いつも2人ともおしゃれでさ、いやいやいや、ね、どうですか松下さんあたりは、いやいや、もう若いお二人を見て、いやもう素敵ですよ、ロッカーですよ、ねえ、見るからにね、うん、ビジュアル系、うん、ちょっとほらこう会議したら分かるけど、ちょっとくたぶれたあのコインロッカーみたいな。何それ。いやいや全然面白くなかった。僕なんかはね、うん、あ、失礼しました。いやいや、でもこれから頑張ってほしいなと思う。そうですよね。本当にね、うん、楽曲もいいしね、そう、歌もね、もちろん、うん、性格もいいしね。でもいい、きちんとしてますよ。あれだよね、一般的にそのメジャーのそのレーベル、はい、っていうかそのレコード会社って、僕らの頃は、はい、結構ほら、今は自主制作っていうかインディーズとかでやってて、はい、逆に、はい、自分たちでデザインしたりとか、はい、そのいろんなものができるね、時代になって、はい、いわゆる今のレコード会社っていうのはこうやっぱちょっとね、昔に比べて大変だと思うのよね、はいはいはい、だからちょっとその様子は変わったけども、はい、僕らのことでこうオーディションして、はい、でもう勝ち抜いてそこに行かないとデビューできなかったのね、はい、だからメジャーな会社ってそうだよね、そうだったよね、松下さんもほらバップ、あ、私はでも勝ち抜いた組じゃなくてラッキーな組で、あ、ラッキーがあったの。そうそう、本当そうなんですね。でも そうじゃないと、カナオさんの時代が一番だからすごいんじゃない、激戦結構そうだったよね、僕もラッキーなことにオーディション出て割とすんなり受かったっちゃ受かったんだけど、はいはい、それからがまた大変なことになるわけよ、うん、レコード会社やっぱりこう売れる曲作んなきゃいけないとかっていうプレッシャーの中でね、はい、みんないて、それもどん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 クリアしていく人がまあどんどんね成功していくんだけどもね、はい、それ結構ね大変な状況だったけども、まあ今いろんな形があるもんね。そうですね、今はもう全然様変わりしてるというか、そうそう、はい、むしろそのインディーズで好きなことをやって、はい、レコード会社のディレクターにさ、もう腹出したようなディレクターがさ、はい、いろんなことばっかり偉そうなことばっかり言うわけよ。で仕事って言ったら弁当の注文ぐらいしかしないからさ、はい、あ、失礼しました。俺こういうこと言うからなんかいいね。批判される、でも本当だから、はい、いやいや、でも本当に昔は、はい、そのバンドのために事務所の社長でも、はい、命を懸けるとかね、新しい楽器を買ってあげたいとかっていうことで会社を起こしたりとか、はい、で来たわけよね。だからある分その人たちを育てて大事にしていくっていう事務所サイドとレコード会社とこういろいろお話しして、はい、まあ、膨らましていくっていう形だったんだけど、はい、なかなか今だから自分たちでもこう逆にできちゃう、そうですね、ところはありますよね、はい、だからいろんな形でなんか好きにね、はい、やってほしいと思いますよね、はい、うん、いや今日生演奏なんかやる、生演奏わかりました、ぜひ
ぜひね、超絶怖いですね2人でそういうユニットっていうのもやってるみたいね。そうですね、リレイズっていう2人組のユニットで。リリーズ、リレイズ、リレイズね、リリーズ、あ、かわいい、ね、リレイズはちょっとね昔、リレイズね、バンドがアレイズで2人がリレイズ、アレイズか、はい、アレイズとリレイズなんですよ。それもできるからいい、はい、すごいね。じゃあどうでしょう、やってみますか。はい、どっちからやってみましょう、うん、はい、わかりました。喋っていいんだよ、純太くん。そうそう、純太くん喋っていいんだよよろしくお願いします。はい、そこ撮っちゃいますね。です、音量どうすかね。うん、キーボードで打っただけで何度でも君に会いたくて。
抱きしめたい君の心が痛みに覆われる前に誰よりも優しい笑顔涙で濡れる前に手に行こう同じ空の下今君が苦しくてただ一人抱え込んで泣いてるとしたらこの空の果てに新しい二人がいるならば今度こそきっと僕が君を守り抜くからね ございました。ありがとうございました。これ結構対策じゃないですか。これもともとバラードじゃなくて結構アップテンポな曲なんですよ、うん、そうなの。そうなんですよ。初めてバラードバージョンやりました、今2人で。ハードロックみたいな。あ、なんか言われてみればね、はい、結構テンポ早めでやる感じ。そうなんですよ。わかるわかる、はい、なんかわかるね、うん、でもいいね、バラード ね。ありがとうございます。バラードもね、初めてやりましたね、はい、バラードバージョン。はい、あ、そうなんだ。いいじゃないね、すごい。うん、うん、なんていうかな、こうストーリーがね、うん、なんかこうバラード、やあのほら、はい、アップテンポな曲って僕もちょっとバラードとかアップテンポ、はい、まあ今回の CD にはそんなにないんだけど、はい、その。ロックバンドとか僕もやってたことがあったんで、はい、その上に行かなきゃいけないじゃん、はい、声が、はい、それで鍛えられたことあったのよ、はい、俺ベースアンプ突っ込んで歌ってたからね。あのいや要はベース、はい、PA システムがなくて、もう、うん、ベースアンプベース弾いてるんだけど、うん、入れちゃって歌ったりしてたの、はい、全然抜けないですよね。そう、学生時代そうだったもん、大体みんなそうだったもんね。セッペリンとか歌ってたの俺、ちょっとあとそういう昔のロックバンド、はい、ちょこっと。それででもその上に行かなきゃいけないから、はい、鍛えられるけど、はい、自分で詞書いたりするじゃない、はい、でオリジナルとか作り出したらその言葉を伝えなきゃいけないくて、はい、要するにサウンドばっかりになる時あるじゃん、はい、こう何言ってるか分かんないみたいなさ、はいはいはい、特に日本のね、はい、バンドの、まあ、今はどうか分かんないけども、はい、こう音が勝っちゃってさ、はい、でもやっぱり海外の方たちってもうサウンドがさボーンってあっても、はい、歌がガチッと入ってくるよね、はい、そこがやっぱりモノラルのラジオで聞いててもその歌がきっちり聞こえるっていうね、そのバランスが、まあ、録音もそうなんだろうけど、はい、日本と全然違ってたよね、うん、昔の歌謡曲っていうのは歌ばっかりになっちゃうじゃん、そうですね、どっちかというと、うん、それでなんかやっぱサウンドもね、ガチッと出て歌もがしっかりっていうのはやっぱりその録音の技術もあるけども、うん、歌い手のね、はい、技量とかもあるよね、はい、きっとなんかね、うん、そういう風に最近感じて、はい、だから普通一人で歌ってる時は切り替えができなかったらやかましいって言われるわけよ、はい、これ松下さんあたりから隣にいる人毎週その話になるんだ、ね、やかましかったりするんだけど、そこら辺の兼ね合いが難しいよね、歌ってね、はい、そうですね、難しいです。やかましいって言えませんよ。いや、そうですか。ボリュームがすごいっていう。いや、そういう風にね、今日お便りは何かありますか。ありますよ。いただいてます。さっきね、もう本当バタバタでね、はい、スタジオ入っちゃったんで、私もう変なことしそうだったんで、そう、危なかった。危なかったんだよね。焦りました。ちょっと行きましょうか。はい。はい、今日は新しい方ね。お、
放送11年目スタートおめでとうございます。おー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 、先週のマジカルヨーヨーストリングスバウンドさんの風の中で立て、はい、癒されましたね、はい、気持ちよかったです。ありがとうございます。この番組は金尾芳郎さんの声に惚れて聞くようになりましたが、あ、ゲストの方もいらっしゃるな、嬉しいね。ゲストの方も楽しみです。はい、芳郎さんのビジュアルも素敵で、ビジュアル笑っちゃいけないね、ここは。いや、だってビジュアルの走りだもんね。そうですね。私の好きなロン毛もいいですね。ああ、ありがとうございます。心は若いつもりの還暦の私で、はい、ギャルじゃなくてごめんなさいだって。それと、松下としみさんの、はい、お顔同様美人な声に、憧れています。ありがとうございます。小畑みのるさんの星影の小道も素敵でした。小畑みのるさんっていうね、方ね、名前がちょっと急に出てこなくて。はい。うん、今度は美空ひばりさんのリンゴ追い分けを聞かせていただけませんでしょうか。あのね。いつかお願いいたします。ぜひね。楽しみにしています。まあ、今週もそうですし、来週も。はい、そのうちね。来週はね、はい、ウォッカの国坂ブルースバンドね、はい、CD 出して入ります。それでね、その30日が金玉かな。あ、じゃあその時歌いましょうかね。その時ね、必ずじゃあ歌わせていただきます、はい、季節はだんだん寒くなりますが、はい、いつものように心温まる番組を続けてください。ありがとうございます。お風邪などお召しになりませんように、ね、京都の京子さん、ありがとうございます。京子さん、京都の京子さんからいただきました。ありがとうございます。ね、やっぱり京都の方とかもね、はい、地方の方とかもいろいろね、東京だけじゃなくて、川崎だけじゃなくてね、いろいろ聞いてくださるんでね。桜さん呼んでもらえますか。あ、僕ですか、ね、はい、ね、お、初めて呼びます、ね、いいじゃない。あなた声がいいからね、いいかもよ。、これはですね、ミキさんですね。博多のミキさん、博多のミキさん、はい、皆さんこんにちは、うん、こちらを荒らした雷雲がそちらの方に行ってませんか、うんうん。ああ、そうそう、来てるね、今。でも、こっちは時々晴れ間が見えています。ほうほうほう。先週のマジカルヨーヨーストリングスバンドの皆さんの演奏は、本当に素敵でしたね。いやね、もう、なんていうかな、音楽にね、やっぱほら、なんかデビューするとか、俺たち、僕もそうなんだけども、うん、そうやって来たけども、ただ音楽が好きなね。素敵なね、おじさまっていうか、僕もそんな変わんないけども、ちょっと上の先輩たちなんだけども、うん、やっぱそういうなんていうかな、とビートルズをね、インストゥルメンタルでやられたんですけどもね、はい、やっぱその携わり方がね、すごくね、こう自然っていうか、はい、だからああいう感じっていうのはね、こうすごく心が温まるというかね、本当にやっぱ音楽好きな、だからできるだけそういう方たちをね、ご紹介したいっていうのは、ごめん、話が長い。はい、はい、ちゃんとここから行きましょうか。はい、行きましょうか。はい、はい、落ち着いた素敵な空気が、はい、あ、これなんて読む、溢れてましたね。はい、さて、今週のゲストは、インフィニットアレイズの皆さんですね。うん、お帰りなさい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今週は、若さ溢れる元気な時間が過ごせそうで楽しみです。ほらね。デビューおめでとうございます。これからが本当の勝負だと思いますが、うん、本当に心から好きな音楽で思いっきり楽しんでもらいたいと思います、うん、そうだね、言う通りだね、ミキさんね、はい、いや分かっとね、博多のもんやろ、それ分かっと、博多のもん。はい、で今日も、リクエストはなしです。とにかく楽しんでください。ありがとうございます。金尾さん、もうあと1週間ですね、はい、と、 あと1週間ね、博多九州プチツアー行きますね、早速あるんだ、こうもう準備万端でしょう。金尾芳郎九州ライブということでですね、これが10月17日これがもう初日、久留米ファンキードーグね、駅前のね、素晴らしい、場所ですね、ファンキードッグでやります、これはバンドでやりますね。僕がデビューの頃の、メンバー、はい。あ、11月でしたね。はい、申し訳ありません。10月って言いましたっけ？あ、11月17日ですね、ファンキードッグ。懐かしいメンバーで、やります。18日、これ11月18日が博多ブラリーっていうね、ライブハウスですね。これもね、またメンバー詳しく、あ、詳しくってもう来週じゃない。ね、ね、楽しくやりたいと思います。で、20日、11月20日がこれは生まれ故郷の大型ですね、ザ・バーというところでね、皆さん本当に、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。ということで、自分の宣伝あまりしないけど、今日ちょっとしましたけども、あなたたちのライブの予定とかあるんですか？ありがとうございます。はい。はい、お、はい、
いいね、それまたね。持ってまいりました、ちょっと。はいはい。こちらですね。ほうほうほう。こちらの、インフィニットアレーズ、うん、ツアーオブザフェニックス2018スティルスペシャルデイズという、ライブを、はいはい、今月の11月23日金曜日、うん、ここから近くの溝の口劇場、はあはあはあ、というところは 川崎の溝の口ですね、うん、ここであのツーマンライブを、やることになりました。あ、そうなんですか。はいはい、はい、これあのツアーオブザフェニックスって言ってあの、うん、あの全国ツアーやろうと思ったんですけど、うん、ちょっとあの事務所がなくなってしまったので、うん、あの途中でちょっとポシャってしまったんですけど、うん、あの僕らの力だけでもやっぱり続けていこうということで、うんうん、それのスペシャルな、費用ということで、うん、昔の仲間なんですよ、うん、あのインディーズで活躍しているプラチナキャッツっていうバンドと一緒に、プラチナキャッツ、プラチナキャッツっていう、はいはい、あのパンティーを振り回すバンドなんですけど、パンティー振ります、パンティーを振ります、いいね、はい、本当すごいいい子だね。そうです、この間あったね俺ね。あ、そうです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 、はいはいはい、熊本ですよね、出身確か。あ、熊本です。そうなの、熊本です。そう、熊本のバンドです。はい、あ、そうなんだ。熊本のバンドなんですよ。本当と、まあ、あの僕とそのボーカルのあの表示っていう彼がちょっと、まあ、向こうはどう思ってるか知れないですけど、うん、僕は結構ライバル意識してて、うん、ちょっと一騎打ちだなと思って。なるほどね。今年最後の、大きなライブになってるんで。なるほど。はい、これが11月23日。はい、そうです。はい、金曜日祝日。溝の口劇場ですね。はい。ぜひ、ぜひね、皆さんね、はい、お越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、はい。これは、楽しみじゃないですか。ありがとうございます。うん、今は何、事務所はもう、ちょっと離れてるの？もう、そうです、ね。何もないですね。フリーですね。じゃあ俺と同じやん。ありがとうございます。握手。ありがとうございます。フリーから始まるんだよ、俺たちは。ね。そうよ。自分たちでやるっていう、はい、まあ、いろんなことがあると思うけどね。はい、僕はやっぱりね、こう、自分が売れなかったことをね、はい、ものすごくバンドのメンバーとか、事務所を本当投げ打って僕にかけてくれた事務所のね、社長とかにはね、もうずーっと、あれだよね、もう、心の中で悔やんでね、はい、そういうことずっと、そういう時期もあったけど、はい、やっぱりその、自分一人になって考えてみると、やっぱまたこう違うね、見方ができたりとか、はい、うん、するし、いろんなまた出会いもあるじゃないですか。はい、ね、それはまたね、いいと思いますよ。僕、はい、だから今度、福岡帰った時は、そのメンバーたちがまたね、集まってくれたりとかもするし、はい、そういう関係はすごくね、大事なことですよね。うん、でも、やっぱり、また応援してくれる人もまたね、増えてくると思うんですよね。はい、うん、いいね、だもんね。ね、うん、若いもん、これからだもんね。うん、ね、ね、ね、全然不安ないよね。不安いくつぐらいなんですか。ね、僕は今年で40です。え、それ言っちゃっていいの？あ、大丈夫です、もう全然、もう何もないので、制約は何もないので。今まで制約あったんでしょ。結構今までだから年齢とか、あと化粧し、化粧しろとか。あ、年齢も何言えなかったの？年齢も公表してなかったんです。俺も公表してなかったんだ。公表してなかったんだけど、はい、この間朝日新聞に出ちゃってさ。うん、なんか別に悪いことしたわけじゃないんだけど、はい、出るじゃん、はい、金後ろは括弧何歳って出るからね、はいはい、もう63って出たから、はい、今さら45とか言えないからさ。45でか、最初サバ読みすぎだよ、ね、うん、いやでも結構俺若く見えるじゃん。いや見えます見えます、はい、見えます。自分で言うのもなんだけど、はい、いやだからそういう気持ちでね、なんかこうトライしてたらね、はい、若く入れるんだよね、うん、でまず歌を歌うとね、はい、若返るからみんなね、うん、腹からこう声出したりするじゃないですか。はい、うん、あれはでもいいですよね。じゃあな、2曲目行こうかなんか。はい、ありがとうございます。こっからすぐもうこの調子で来るからね。うん、何しましょうか。リクエストは、他にない、ね、あ、ないですか、他の方も。はい、あ、そうですか。それかな、俺歌うなんか。ぜひぜひ。ぜひぜひ。歌おうか。はい。あ、いいよいいよ。間に、うん、間に、なんか歌えますか。これはね、あなたたちにね、僕が捧げる歌。わはい。Never give up。っていうね、You っていう曲があるんですけども、それをね、歌いたいなと今日思ってて。で、今日はなんか急に、あれかな、ピアノから入る？あ、ぜひぜひ。なんかね、
さ、こっちマイク借りていい？あ、大丈夫です。あ、そうか。大丈夫大丈夫。あ、じゃあ一緒にやろうか。うん、これマイク4本しかなくてね、どう5本あったら一番いいんだけどね。矢野からいきますか、じゃあ。何すごいって何よ。どうでした、ありがとうございます。急に鳥肌立ちました。いえいえ、あのチキンスキンミュージックって言いますけどね。チキンスキン。ということでですね、本日のゲストはインフィニットアレイズのお二人ですけどもですね、あの今後はその展開っていうか、はい、そういうのは割とあの決まってる感じがしますか？いや特には、うん、なんかこう
あるって決まってるわけじゃないんですけど、うんうん、とにかくもう僕らは今何もない状態なんで、うん、とにかくさっき加納さんがおっしゃったように、うん、あの言葉、うんうん、歌、うん、伝えたいことっていうものをやっぱり、うんうん、もう本当力強く演奏できるライブをどん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 やって、うんうん、少しでも、多くの方に知ってもらえるように活動していこうかなと思ってるんで、はいはいはい、来年は全国行きたいなと。いい自分たちの力で全国ツアーやろうかなと思ってます。ねえ、俺も連れて行ってよ。連れて行ってよとか言ったらもう学校のところで今までの話が水の泡だよね。あの僕もねなんかあんまりあのずっと回ったりしてなかったのね、はい、でライブ活動ってそんなに横浜に住んでる時は、はい、割と立ち飲み屋とかで歌ってたから、うん、あのまあどこでもねあの場所問わずただ歌うんだけどやっぱ自分が納得してやる、はい、やりたいっていう場所あの大きいとかねちっちゃいとかじゃなくて、はい、マイクがあるとかないとかじゃなくていろんなあの要するに、お年寄りの施設とかでもまあ歌ったりするんだけどあんまりこうあの地方を回ったりしたことなかったのね、はい、で最近ね少しずつ九州も行けるようになったし、はいまあ、いろんな、まあ福島の方とかもねあの定期的に行けるようになったんでねすごい嬉しくてねもうあっという間に40年経ったからね俺40年、うん、もうデビューしたのがね30もうしてから38、9年になっちゃってね、はい、そうそうだからあのうかうかしたらすぐな立つよあなたたち一生懸命もう、はい、もう俺が言うんだから間違いないいや今はチャンスだよねそうですね俺もなんかねあのあんまり売れなかったからあのあんまりってほとんどそれだからこう印象がないわけよあの一般の人のだから今が旬なのよ俺はいおイメージがあるじゃん、はい、例えば吉田拓郎さんのイメージとか、はい、世良政則さんのイメージとかっていう、はい、ね、はい、いろんなこうあるんだけど俺イメージがないからいつでも旬で入れるんだよねあこういう言い方っていいでしょいや負け惜しみですいや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 すごい深いです、はい、だからねそういう気持ちでやってたら、はい、なんかすごい楽っていうか、はい、なんかねで、まあ、徐々にいろんな方たちがこう取り上げてくれたりとか、まあ、この間の朝日新聞もそうだけども、はい、まだ紙面としては出てないんですよ夕刊に今度出るんだけど、はい、それであのデジタルっていうねあの、まあ、スマホあのインターネットで見れるその朝日新聞デジタルとかにね記事取り上げていただいてですねありがたいことですけどもですね、お互いに頑張っていきましょうねはい頑張りますあの今日の最後になるかどうか分かりませんけどもじゃあお二人の歌をねはいありがとうございます、ご紹介しましょう、はい、これはタイトルは何でしょうかビューティフルという曲ですねビューティフル、はい、はいはいはいビューティフルという曲ですこれをちょっとあなたはこれ詩を書いたりするの、はい、いやこれはあの純太が書いた曲ですね二人とも詩を書いたりするんだねだそうですはい、素晴らしいですね、じゃあ、ビューティフル入ってみますか、切ない思い言葉にできず背負ったものの重さを問えば人など所詮名前と数字路地裏の空わずかなコイン誰も知らない涙が一つ忘れたいことばかりこの体には
少し欺き合えば肌のぬくみをむさぼる獣蔑まれても変えられぬものためらいの罪青春の影泣くことをやめた時全ての大人に絶望した誰も信じられず人はたがために2人生演奏をねお届けしましたけども、あ、もう終わりがけに何かファックスしましたか、メールですか、はい、はい、ラジオネーム聖子さん、あなた読むの、もう結構様になってきたね俺なんか不安になってきたな俺いなくてもいいような感じになるんじゃないのそのうち、ちょっとで読まなきゃかなと思って、はい、はい、読みますね、はい、聞いてますよ、丁寧に歌って交換ハート、うん、頑張ってくださいね、ラジオネーム聖子さん、カノン様がおっしゃるように若い方のこれからの音楽素敵ですね、うん、はいはい、だからこそ音楽魂ハート番組 大事ですねと、ああ、ありがとうございます、ラジオネーム聖子さん、聖子さん、ありがとうございます、ですね、本当にね、こうやってね、生放送中にこうね、こう、はい、メールが来たりなんかするとね、はい、なんか嬉しいよね、すごい嬉しいです、すごく、はい、あ、本当に聞いていただけてるんだろうかなっていうね、はい、うん、本当に嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ということでね、あっという間っていうか、もう時間あるね、まだまだあります、うん、なんか告知は何ですか、告知はもう、あなた、あ、ちょっと僕告知させてもらっていいですか、あ、いいよいいよ、あ、桜田たけしさんの、はい、はい、告知してください、
司さんと桜田、おお、はいはい、明日南林間ハイダウェイさんで、うん、あ、明日なの、そうなんです、頑張って、あ、南林間ハイダウェイ、はい、司さんと桜田、はい、あそこもあのお客さんがね、なんかこうあったかいよね、お店も雰囲気もそうだし ね、 あのね、気持ちいい店ですね、僕もね、あのよろしくお伝えください、わかりました、明日司さんと桜田、はい、あと 来週16日ちょっとは、うん、あの長野の方に、うん、あの高太郎っていう司さんの弟子、うん、まあと一緒にユニットやってハープの方ですね、そうハーモニカの、はい、ハーモニカですね、で彼 の、 あのところにちょっと行くので、うん、夜はお店で多分ライブになるかな、それから18日に中村雄介さんの魚宝スタジオで、うん、やっぱ塚さんと桜田、うんうん、はいはい、まあ、ゲスト出演みたいな感じ、生徒さんたちの発表会みたいなところに、うん、塚さんと桜田で呼ばれてます、うん、はい、そんな感じですかね、そんな感じ、うん、あとはまあ23日はアビング、はい、うん、カナさんと、あ、そう、あ、そうだそうだ、俺ちょっとカナさん、いやだからそ、あ、結構ね、そうなんですよ、11月23日だから福岡行って、まあ11月17日久留米で、18日がまあ博多ぶらりですね、で、20日の大型でやって戻ってきて11日23日か、うん、が、アビーム、アビームです、マイターアビーム、あとだから溝の口劇場、はい、僕ら溝の口劇場、11月23日、同じ日です、同じ日です、同じ日なんだね、ちょうどね、そうかそうか、ね、あのまたでもなんか一緒にやったりしたいよね、やりたいです、ぜひお願いします、本当俺でいい、ぜひお願いします、ぜひお願いします、筋離れてるいい、全然、ぜひお願いします、ぜひお願いします、いや本当にね、なんかあのまた遊びに来てください、あの、はい、何回も何回も来ていいからね、ありがとうございます、ありがとうございます、俺がいいって言ったらいいんだから、ということでですね、あっという間のね1時間でしたけどもですね、あと僕のスケジュール予定はね、11月は30日に須賀川に行きますね、福島の ね、これは600回ライブ記念ね、600回、毎週金曜日ライブやってて、その600回震災後ね、震災後600回、そう、あ、そっか、で、ね、その記念でちょっとゲストでね、30日は、入ります、それで1日はあの金吉郎音楽魂ライブをそのプカプカっていうねお店でやります、皆さんもね、お会いできることを楽しみにしております、九州の皆さんともね本当にあのお会いできることを楽しみにしております、あっという間の1時間でしたけどもですね、本日のゲストインフィニティアレイズのお二人ですけども、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、桜田武史さん、ありがとうございました、ありがとうございました、松下としみさんどうも、ありがとうございました、ありがとうございました、動画の菊さんも本当にありがとうございます、あの今日電車間に合ってよかった、ね、人身事故で止まってたんで、ね、相鉄線がね、あの本当にね良かったと思いますけどもですね、来週のゲストいよいよですね、ザ・ウォッカの、国サッカーブルースバンド、CD 出ました、楽しみにしていただきたいと思います、また来週お会いいたしましょう、See you next time.